続いてはズーム愛のコーナーです。今日は未来につなぐ相続登記と題しまして、前橋地方法務局不動産登記部門。 統括統計官の菅野光さん、にお越ししいたただきました菅野さんよろしくお願いいたします。よろししくお願いします,しいしますということで、今日は相続登記について考えていきたいと思うんですけれども、まあ、相続登記といいますと、まあ、実際に親が亡くなったりですとか、まあ、そういった時にならないとなかなかこう考えないものかなと思うんですけれども、実際というのは、とても重要なものなんですよね。そうですね、はい、あの相続とは 不動産を所有している人が亡くなった時にですね、登記の名義を相続人へと移す手続きのことを言います。相続登記はいつまでにしなければならないという期限はないんですけれども、あの例えばですねあの、相続によって取得した不動産の名義を変更しておかないと、まあ、将来争いが生ずる恐れがありますので、早めにですね、あの相続登記をすることが重要であると言えます。 期限はない。ただ早めにした方がいいというお話がありましたけれども、実際にこの登記というものにおいてですね、どんな問題が具体的に起きてるんでしょうか。はい。あのー、現在相続登記をめぐることで問題になっているのはですね、相続登記が放置されているという問題でございます。はい、特に所有者不明土地と言われるものが数多くありまして、これが 問題になることが多いです、はい、所有者不明土地と、まあ、漢字で見ると所有者が分からない土地という意味だと思うんですけれども実際はどういった土地を指すんですか。はいはいえー、所有者不明土地とはですね不動産登記簿などで確認しても、はい、所有者がすぐに分からなかったり、うん 分かったとしてもですね所有者に連絡がつかないというような土地のことを言いますああつまりは不動産登記簿で確認しても分からないとかそういったところがポイントな、はい、ところだなというふうに感じたわけですがこの所有者不明土地が話題になるきっかけというのは何かかあったんでしょうかはいあのきっかけはですね平成23年3月に発生しました東日本大震災でした。震、はあはい、震災災の後ですね震災にあった人た人ちが 安全な場所に住めるようにするために高台に住宅地を造成しようとしたんですけれどもあ<ー>まあ長い間、相続登記がされなかったために用地、えー、買収の交渉相手がわ、ね、からなくて復興事業が思うように進みませんでしたこのように所有者が不明であったことで復興事業の進行に影響が及ぼしたことで皆さんに知られるようになった。うんなるほど、はい この所有者不明土地というものは全国にもたくさんあるものなんでしょうかはい、えー、平成28年時点ではですね所有者不明土地の面積は推計で約410万ヘクタールと言われていましたもし所有者不明土地の増加を防止するための取り組みが進まず所有者不明土地の解消が行われなかった場合2040年には 大体北海道の9割に相当するです、ね、約720万ヘクタールに達する恐れがあると言われております、はい、それだけをどんどん増えていく傾向にあるとということですね,ね、まあ、北海道の面積が780万,、はいえー、万ヘクタールですから、ねはい、もうどん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 それに迫っているということが、ね、よく分かるんですけれどもこの所有者不明土地があると実際にどのような問題が生じるんでしょうか。はい、あの例えばですけれども 公共事業の推進や災害対応をする際には用地を利用したり買収したりします、はい、そこで不動産等規簿で所有者を調査するわけなんですけれども調査をしてもですね所有者と連絡が取れない場合は所有者を特定するために多大な費用と時間を要します まあ相続陶器が放置されていた土地ではですねあの江戸時代にさかのぼって家族関係を調べて相続人も100人近くに及んだということもあるようでございますこのように所有者不明土地は事業を円滑に進める上でですね大きな支障となっています。 もう江戸時代まで遡るというね、はい、話を聞くと本当にまさに多大な費用と時間を要するというのがよくわかるんですけれども、はい、しかしですねどうしてこのまあ、所有者不明土地ですかこういったものができてしまったんでしょうかはいさまざまな原因があると思いますけれども、はい、やはり相続登記をしなかったことが要因の一つとして挙げられています、はいえー、法務局は登記事務を行っているところですので 所有者不明、土地を解消するためにですね。相続登記をしっかり行っていただくことが必要と考えております、はい、少しでも相続登記をしやすいものとするために未来につなぐ相続登記をキャッチフレーズに。 相続登記を推進するためのさまざまな取り組みを行っております、うん、そういった意味でも冒頭、ね、菅野さんがおっしゃってましたけれども、はい、期限はないけれども早めにすることが大切だということがよく分かりましたし東日本大震災から10年のこの節目の年に皆さんにも、ね、改めて考えていただきたいなと思いますねこの相続登記を進めるためには取り組みとしては法務局ではどのようなことを行っているんでしょうか。はいはい、主なところでは 法定相続情報証明制度実質証書遺言書の保管制度登録免許税の特例など3つの取り組みを行っております。はい、1>, 1つ目の法定相続情報証明制度ですけれども、まあ、相続人を確定するためにはですねあの何通もの戸籍を取得しまして誰が相続人になるかということを一つ一つ戸籍を確認していく必要があります。 この作業はです、ねあの、相続法の知識がなななないいと、まあ、なかなか難しい作業になってきます。そこで、相続人が誰であるか分かりやすく記載した一覧図を作成して戸籍等と一緒にです、ね、法務局のほに提出していただくと当機関が専門家の目で確認をしまして法定相続人が誰であるかを無料で証明するという制度になります。 でこれは戸籍の代わりとしてです、ね、使用できるため、まあ、とてても便利なな制度になっております、はいね。無料で証明するというのも、ねはい、いい制度だなというふうに感じますけれども、ね、字幕の中で一番下ですね、登録免許税の特例こちらはどういい。ったことになりますか。はいえー、相続を原因とする所有権移転登記をする場合は登録免許税を納付していただく必要がありますが相続の登記申請を積極的にしていただくためにですね この時の登録免許税の負担を軽減する特例を設けております。はいはい、ということで、まあ、法務局側もこういった取り組みを通して、まあ、積極的に、ねえー、相続登記してくださいということがよく分かったわけですが、はい、実際にわれわれがこう相続登記をするにはです、ね、どううししたらいいんでしょうか、はいえー、ご自身で申請をする場合はです、ね、あのご自分で申請書等を作成していただくことになります。はい、申請の方法等は 前橋地方法務局ホーームページをご覧いいただければと思いますまた忙しくて時間がなかったり難しそうだから手続きを頼みたいという方につきましては国家資格を有するですね地方書士にご依頼いただければと思います。はい、ということでまずは分からなければ下にありますが前橋地方法務局のホームページをです、ね、ぜひ検索していただければと思います。 今日は未来につなぐ相続登記と題しまして、前橋地方法務局の菅野光さんをお迎えしまして、お話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したここまでズームアイのコーナーでした。